そうね。いや、あの、なんか、僕も合わせて慌ただしくしました。けどおお、ありがとうございます。全然、お元気そうで。はい。息上がってます。か大丈夫ですか。走ってみようかなって。いいじゃないですか、結果。はい。ああ、森谷さんも今登場しました。いらっしゃいませ。ありがとうね。あの、一緒に走ってくれて。 幸せですから。やっぱ、ちょっと、お二人健康にも気遣うようになったということで。あ、よかったです。今年は、やっぱ、アクティブに行かないといけないなって思ってね。今頃ですか。普通に、十二月も、させてもらっても、あ、そうですか。うん、うん、まあ、最後の、気づき。はい。二千十八年の。森谷さん。はい、はい、はい。間に合ったね。そうだね。やったね。あの、正直言ってですね。はい。間に合わなくても、大丈夫な準備は一応。大丈夫っていう、っていうか、っていうか。 過去に例がありますから。あーなるほど大。大丈夫だったんですけど、で,ね、でもでも本当は間に合った方が良かったんで、でもほ,ほっとしてます、そっとしてます。何世？はい。今日はうん。2018年今年最後の放送なんですよ。うんだ、んだ、んだ。そうなんですよ。<laughs> そうなんですよ。ねあのー、来週はあるけど再来週から冬休みに入りますから。そうなんです。だからまあ曜日の関係でこうなっちゃってますけど。うん。 まあ今年最後の漂流ラジオ、はい、今年漂流ラジオ何回やったんかな。だからね、三回ぐらいしかやってないんじゃないの？<laughs> そうなの？<笑><笑>ちょっとしかやってない感じで, <laughs> ですよね。ちょっとしかやっない息すんすよね。もうなんかいつ来ても久しぶりみたいな、ね。だからな。<ー>いやでもまあこの時期でもあなた忙しいのによう来れましたね。あんとね、本当は忙しいはずだった今日も <laughs>。すいません、ラジオを優先してくれたんですね。はい うんそんなことするわけないさやけや <laughs> 今日も忙しいはずだったそうあそうなんです、ね、明日から日付変更戦トップ10が始まるというのに私がこの時間で今いるということはどういうことかといいますとあっ察してはいれ始めよう今日も元気にいきますか <laughs> 上条美希の漂流ラジオ始まり始まり 皆さんこんばんは。こんばんは。んんはええ十二月十四日金曜日夜六時になりました漂流ラジオの時間です。ご無沙汰してます。お久しぶりですね。モリアさんとはしょっちゅう会ってるんですけれどもね。あそうなん？うんうんもうなんか知らんけどね火曜日も会ったし、えー、月曜日はしょっちゅうお家に来るし。お家に来る。<laughs> うん、そうね。そうね。しょっちゅう会ってますけれども。 は僕のイメージでは、森谷さんとあなた、仲良しですけど、ラジオの時ぐらいしか会わないんじゃないかっていう勝手な思い込みがありました。ああ、なるほどね。本当はそんなに合ってないかもね。どういうことなの？仕方なく深いような浅いような回答、どういうことそれ？なんか仕方なく合ってるような。仕方なく合ってるは合ってるに入らないの？うん、はいはい入らない。 じゃあどういうことがあってるにカウントされるの？会いたいと思って会ってるとかじゃないですか？ああ<ー>じゃあ今まで何回ミキたち会ったの？うんどうだろう？なんでこのシワスにこの質問？すみませんちょっと変なこと言っちゃったみたいで会いたいと思わなくても会ってれば一回にカウントされます。あそうですね。<laughs> そしたら正気さんなんて零回じゃないの？やめろよ。<laughs> ろ俺だって零回だわじゃあ。<laughs> そんななことはないですけどだから一応カウントしとこうそうですね「漂竜ラジオね」ね、あのー、前までは <laughs> なんか売った大丈夫 <laughs> あ大丈夫大丈夫大丈夫あのモーリーさんが相当、あのー、声が声変わりされてましたからね変声期今み迎えたみたいで なんからまあ彼ももうちょっと大人になるんじゃないですかね、<ー>これから。いね、はい。関さんがいっぱい喋ってたね。いや、あのー、一人で急に喋れ言われてもダメね。<laughs> いや、もうなかなか大変でした。<laughs> うん、まあ、彼にはおごってもらったんで、<ー>今日はよしとします。お疲れ様でしす。恐流ラジオさ、何回か数えてないんですよ。なんか多分五年過ぎてんだけど、あのー。二週間に一回の放送なってからさ。そうだね。自分でもいつやってるか分かんなくなってきちゃってさ。 ねえ多分何百回かなんだけど月1ぐらいよね多分何がやってるペース平均したら今年そうかな2回やってる時もあるし1か月まるまる来なかった時とかなかったあるかもしれないなるろう。ミキがやる気なくしてた時あなた結構ちょいちょい波があるから人生の波が人生の波があるから多分ね今月だって1回じゃないですか 確かにね今月はちょっと舞台の関係でだからねあなたもちょっと今年忙しかったはずですからねまあでもありがたい話じゃないですかまあそうだねうんうんうんでどうだったんですか何がその日付だから察してって言ってるさいやでもほら見ましたよ僕写真見せてもらったんですよある方からあなたが本番後にこうずらとって スペクターさんがあのンでお会いしまして「ひょるい今月あの最後ですよね?」きますとか言ってて「はい」って言っててその時に見せてもらってずっと話を聞いてたんですけど別に「うん」と思って「何何?」って思って何いやいやあそうなんだと思って聞いてましたどうういと。あただただこれマジの話やっぱあのちょっと綺麗に見えました。 化粧してたから舞台でやった後だからなんか顔も生き生きしてましたちょっと違うあれはねいろいろあったの生き生きしてる顔じゃないのそうなの目も見開いてピースしてましたよあなた別に放送で言うことじゃないしあふれない方がいいあそうかじゃあこの話はちょっとやらない方がいい察しました察しましたもしみミキとしては好きなね芝居の後だったんだけれども まあ、あとは、後でいろいろあってね、そう、そういうことだったんです。なるほど。まあ、いろいろ今年は頑張りましたけれども。皆さんはどんな一年でしたが、森屋さんはどうやって過ごしてたんですか、最近。漂流ラジオ的にはね、一か月ぶりですけど。そうだね。うん、最近ね、ちょっと、あの、変わり者が露呈してしまいました。露呈?。うん。人に見られてしまいました。うん、どういうこと?。危ないところを見られてしまいました。 うん100均でねトンボも見つけたの生きてるトンボそうそうそう自分なりにねでそれで指先に止まったもんだからゆっくりずつ出入り口に向かって行こうとしたらうちのお姉さんに会ったのよで会ったもんだから「見えるよね」って言いましたお姉ちゃんは「糸トンボ」って言ってくれたから「ああ見えるんだ」と思って通路をちょっと通過しようとした瞬間に 男の人に会ったのよ目があった途端に知らないふりされたっていうことはどういうことこのトンボいや多分トンボが死んでたかどうかじゃなくてこの女の人やばいぞの方じゃないですかねそうなの店の中でトンボを大体あのトンボ見えてたとしてもね指先に店の中でトンボ乗せてんでしょ目そらすわなそうなのかどっちだったんですかトンボは生きてたトンボだったんですか一応ねあのすっていなくなっちゃったのよ うんそれっきり、うん、いやわからないわからないわからない,ちょっらないあの死んでたと思う生きてたと思う生きてたと思うのよあ<ー>でもその人が見た時にはもうすでにいなかったから指先にはあ<ー>あ<ー>そその時森谷さんどういう感じで指立てられてたんですかこんな風にあこれで歩かれあ<ー>歩いてるんですかあ目そらします <laughs>

順調に自分らしく。お前なんかさ、あれだぞ、なんか変な変なしてるぞ顔が。なんですか、変な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 してる。え、それどう捉えたらいいの？ニヤニヤしてるってこと？疲れてるというか、はい。なんかへたれてる。ラリってるってことですか？ラリってはない、ラリってはない。なんかね。え？川で三時間ふやけましたみたいな。どういうこと？なんで水明かりなんだよ。いやそんなことはないですよ。あそう。こっちになんか赤いのできてるよ。あちょっと出来物ができまして痛いんですよ。泣いた。 泣いてないです泣いた後にこっちいっぱいこすったらこうなるよ俺右でしか泣いてないしだとした <laughs>、うん、<laughs> うんじゃないわいやいやもう全然12月だというのにのんびりさせてもらってます僕は<ー>、はい、強いて言うならなんかこうおせいぼ配りぐらいですあそうですねパパパパパってますそんな時期ですねそうなんですよ、うん、何か所ぐらい配ったんですか十ぐらいですあすごい <laughs> 結構多いでしょ結構多いでしょ多 10も誰かにお世話になってるああなりましたああそうま,まだ行けてないところあるんで来週で片付けたいと思ってます、ねうん、ああ私今日1個お歳暮届けたよあなたも、うん、あそうなの人生で2回目のお歳暮あ貴重えそれもらった人超ラッキーじゃないですか <laughs> なんだかんだで <laughs>、うん、お歳暮のね習慣、えー、を一応大人だからやらんとかねだからねだから、あのー、一応渡しとけえかなと思ってうん なんかこういうのって嬉しいよねでもうんそうなんですよね何やったの一応お菓子をお菓子なんですけどあのまあ安いやつ安いやつです安いやつ100円えじゃあそんなんじゃないです一応安いけど箱が大きいのを選びましていいねめっちゃ軽いので一応気持ちですっってね開けた時のね あの喜びがありますから、うん、そうそう,そうち,ちゃんと包まれているんでこの時期のやつってうん、うん、そればあ買いましてあいいね、はい、もう配ってます<ー>、はい、私と森屋さんにまだ配られてないね私いらないし <laughs> 今日もこんな感じかよし今日も行こう張り切っていこういったん CM です <laughs> <laughs> お茶買ったらさ、一本当たった。おおすごい。で、三十秒しかなかったから押したすぐに。おお<ー>。なんだろう。<laughs> あのフルーツ味の水だ。キキ<あ>さんお知らせを取っておられますか？ああそうだな。お願いします。ああ。はいはいはい。 お願いします、はい、皆さん久しぶりに漂流ラジオやってます久しぶりだけど今年最後です携帯を車に忘れてきたな <laughs> あとあとちょっとちょっと取ってきます

月の綺麗な夜でした旅人はお城の前で門番の仕事をしていました良かれと思ったこと全部裏目に出る 「嘘の世界でしか生きられず」「でも何が本当と言われればそれもそうね」「本当が本当か何かわからない」 「いつまで続くいつまで頑張るいつまで信じる黒いカラスが」「心の中でカーカーバタバタちょっとずつ」「心臓を食べてるそんな気がする」 <laughs> こわ、お、もんたん、こんにちは。なんですか、今の歌。カラス、なぜ泣くの。カラスの勝手でしょあ、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 あ。<laughs> 今日はね、あのカラスの代理業でした。<ー>カラスというか、うん、あのカラスみたいな人の代理でした。なんですか、それ。昔は女の人だったみたいなんですけれども。うん、日に日に小さくなって。<え>最後に残った髪の毛の歌です。 何それ日に日に小さくなって髪の毛だけ残りましたこわ<っ>毛束あ,あ,あ <laughs> 髪の毛がねこの好きだった人だったんですかねまあ髪は女の命って言いますしねまあね、うん、形はどうでもいいんですよまあいろんな生き方あるんですねそうですあ<ー>髪の毛が残らない人はどうするんでしょうねそうねうんう 事前に切っておくっていう手はあると思う <laughs> 残しておく,残しておくああモンバンさんは一番最後に自分が残すとしたら何残します自分のあ自分のもので体のもので、えー、やっぱ髪の毛じゃないですかね違う意味でねそうそうそうあいやほらもう残したいじゃないですか一応まあそうだね生きてるときから残したいんですからよね <laughs> モリリンは何残します何も お届けしている曲はスキマツイッチの冬の口笛です、うん、漂流者さ,さんからメッセージ届いてます、はい、こんばんは漂流ラジオ最後<ん>ラジオ打ち切りになるんですかという <laughs> メッセージ届いてます まあ、たまにしかやらないから、そういう心配されることもあるかもわかりませんけど、はい。最後っていうのは、今年最後っていうことですね。そうです。はい、打ち切りは一応一五年免れてます。漂流、うん、<laughs> はしてるけどあ。あの、この番組に関しては、はい、全く打ち切りの話は出ないですね。はい、<laughs> ほ,ほったらかされてる。る <laughs> 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 どうせたまにしかやんねえからいいんじゃねえみたいなそういうそういう立ち位置らしいっすよああまあありがたいと言っちゃありがたいですねこんなに自由にさせてもらってそうっすねえもう5年なるなるよねあそうなのだって2013年の8月に第1回放送です8月スタートだったっけ ?1415161718 だから6年目だなってる うんうん、あ嘘かないや13でしょ、うん、1415161718、うん、年の8月で丸5年だから今6年目に突入してますよあ,あこんなにやってるつもりはなかったなあだって正規さんでも何回目ぐらいで参加してるあ三3回目だったよねうん始まって僕講座でバイトするようになったんでだから3回目3回目だねずっとずっとほ,ほぼほぼずっとそうそうずっとですうんうんうん,うん、うん そんななるか。こんにちは。そんななるね。はい。じゃあ正気さんも FM 小田入ってもう六年ってことですね。そうなるね。ええそんななるの。あっという間だね。そりゃいろいろありますよね。はあ。どうし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 たんですか。今年は特にいろいろありましたからね。はあ。 <laughs> ーね六6年か <laughs> 静かなりすぎ <laughs> 今年を振り返る間もなく6年を振り返っているっていう、ね、ミキねこんな「3分トーキング」とか <laughs>、はい、本当に最初捨て身で作ってたからさ何本ぐらいやったんかなもうだって毎回作ってるから何百本ですよねこれねだからもう300とかいって まあまあ300はいかないにしても200は超えてるよね超えてる絶対ね USB に全部保存してあるんですけど、うん、あの本当最初のものは今よりさらに100倍ぐらいくだらないですからね <laughs> <laughs> そううんいやまあでもこんだけ作るっつうのは大したもんですねでも本当よねちり、うん、も積もれば山となるだよ、うん この三分トーキング集の本出したらどうですか。<ー>いやいや、<laughs> 誰かが素晴らしすぎて真似したらどうするの。しないよ。<laughs> 売れるかどうかもちょっと怪しいところで今喋ってんだから。三 <laughs> 分トーキングってなる。う <laughs> ん、な、るわ。はい、毎、毎週、毎週ね、今では毎週週、<ー>毎週週ね。あの、私のいろいろな。 日々を込めて作ってますから。いや、でも、かん、あのー、ちょっと、こ、そのた、た三分トーキングを振り返ると。はい、マジで毎週持ってきてるからね。はい。 手書きの時もあったりしたもんね。そうそうそう、コピー機が壊れてね。またあそうゆうか。会社の関係で。持ちにするんじゃなくて、DVD にやったほうがいいんじゃない？CD とか。正規さんも参加させてああ、あの取り直すわけね。そうそう。おお、そうそうじゃないよ。今度。だってその方が伝わりやすいでしょ。ああそうだね。おかしいっていうのが。私がどんな格好で某を言ってるか。 僕がどんだけ月の紀年だみたいなこと感じてるかっていうのも露呈されちゃうわけ。<laughs> 今日なんて始まる2秒前ぐらいに関さんに渡して。ます <laughs> 最初変わらなくて良かったわ。ありがたいことですね。あいや続けるもんですね。でもね続いてるもんですね。ねうんもうあとちょっとするとね。うん、みんながラジオの前で泣くぐらいの傑作が生まれますから。そう言って6年5年なるわけ。<laughs> 何にも成長しないけど。<laughs> まあ人の脳みそなんて同じですよずっとええー、いやでもすごいなそう考えたらそこいいや漂流ラジオすごいなって思ったの今日初めてですわもう <laughs> いや複雑複雑 <laughs> あなたの番組ですからね複雑でしょうねまあいいですけれども<ー>今日はさこの髪の毛の話をしたんだけれども、うん、何にも残したくないっていうのはどういう意味だったの青森屋さんね、うん、私いつも言ってるけどあの綺麗にくちりたいのよああ だから何も残したくないの。だから自然葬がいいかなっていうふうにもうすでに考えてる。骨も残したくない。そうそう。もうね、なんかリンとしてあ土の栄養化ってやつ意味わかる？わからない。あの成長するときにリンが必要なのね。リン分みたいなやつが。誰の成長？木の。あ木の。木か。不快よ。木だな。だからだからよだからよ。 それの、ただの栄養になりたい。<laughs> ああ<ー>。じゃあ、うん、木の中では、どの木がいいの?。あ、別に。そこら辺で、巻いとけばいいんじゃないかなお。<laughs> なんで、デイゴとか、いろいろあるさ。なんで、そういうの、こだわ。何の木でもいい。まあ、うんうん。うじゃあのことをね、海に巻いてもらえれば、いいかな。と思って海に巻いたら、どうなるの?。あ、魚が食べる。<laughs> 綺麗に朽ちるって、どういうこと?。あ、もう、何もかも、残さないですね。 森さんって幽霊見えるさあねはい、はい、だし人のこの感情も見えるさあね、うん、体がなくなったところで綺麗に朽ちらないんじゃないのいやその自分の概念を何とかすればいいんじゃない生きてる間中に <laughs> <laughs> 今日さミ、うん、キ今日さとってもギリギリに放送ついたさあねで今日 FM 小座に向かってる時にいきなり守谷さんが「あ 大変だ大変だって言って横のさあの右の道路を乱したわけあちょっと怖怖怖い怖いい人が通ってるところうん、うん、あのおじいさん大丈夫かなって言ってからずっと見てるわけさで右また何かなと思って無視しようって最初思ったんだけどでもずっと見てるから、うん、見てみたわけ、うん、そしたら本当にちょっと危うそうなおじいさんが歩,歩いててさ自転車をしながらでよく見たらあの長ズボンがさ あの足首までずり落ちてるわけやばいな <laughs> もうやばいもうちょっとなんかこの後見えてくるなそれ,それで信号ね車渡るところの真ん中で止まってうん、うん、そのズボンをよいしょって上げてるところだったわけ直す場所 <laughs> もうちょっと端の方で、うん、もう今何の話でこんな話してるんだったえーえー、覚えてないです何の話だったかな森屋さんの口りたいでピンときたんだけど 守り屋さんう感情が、うん、あの感情も全てさいろいろ今なく生きてるうちになくすって言ったから <laughs> あのおじいさんみたいに、うん、あのいろんなことを忘れる人だったとしたら朽ちるっていうことになるのって聞きたかったんだああボケてしまったらうん、うん、っていうこと、うん、きっとそこに概念としてインプットするんじゃないかなずっとなんのほら何か書いとけばいいし書<は>いとけばいいし あの、どうしてもらいたいっていうのがあるでしょ。ああ<ー>。それを、あの永遠と呪いのごとく書いとけばいいんじゃない。呪いのと <laughs>。じゃあ、それではまだ忘れることにはならないんだ。そうそう。全部綺麗にってどういうこと。うん。だから、その自然層的なもので、全部なくすっていうこと。重要さ。体がなくなったとしても、守谷さんたちは見えるさ。 <laughs> だからそれまで全部抹消するってどういうことってしつこいよう、ね、な見てないあ、うん、まあ結構ああの聞きたいことも分かるけどしつこいとも思ってる <laughs>、うん、私はできれば地球の大気圏を突破したいのよ基本的に地球の大気圏を突破したい<ー>、うん、そうだって重力があるんだったらそれを完全になくすってことでしょ、うん、でうん、うん 魂だけになるんだったら、それもまたね。0.22ぐらいのやつがあってあ重さがあるんだ。うんそうそう、それをどういう風にしてなくすかってことなのよ。はあ、0.22残ってたら大気圏突破できないのほら肘がかかっちゃうでしょ。どこにあのこの自分自身に対してそうなの感情感情がそれが感情なのか、それとも。 粒子なのかそれも考えてるのよそうだねだって感情ってさ0.22というかそんなに重さがなくてもこんなに支配してるからね支配率やばいよなやばいよな最近さ円形脱毛がさ頭のてっぺんに4個できる人を見たんだけどやばいなその人も感情がすごい細やかすぎてさ体に来てるんでしょ感情って重いよねそうねそれが縛るんでしょ そこにとど<ー>めるってことは自爆霊の話になっちゃうんだけど、<ー>そこに感情をとどめてしまうから自爆霊になっちゃうんであって。そうか。うん、それは何ですかその違う。聞いている聞いてるんだわ。ね、<laughs> 急にちらの文句言うなこねえわ。ごめんごめんごそれそれってその場所に思いがあってそこにとどまるんですか。それとも<う>あば場所に思いがあって。そうそう。その人の最終的な部分が。 最初あの最後に残された<ー>生きてる時に残されたものっていうの、うん、その人の思い出の場所みたいな話でもなくも思い出は、ね、なんか綺麗事じゃなくて <laughs> その人がそこに概念そのまま残してしまったっていう場所はははこんなに長い間さ何十年も生きてるのにそこにしか残さないの最後がそううなっちゃうからね それまでもっといろんなことあったかもしれないのに最後ののが残っちゃうんだへえそうなんだだからほらまぶやとかが抜けたりするとその抜けた場所に連れに行くでしょユタさんたちがそうなのそう連れに行くねああやったやったやったよあのご飯食べなかったユタがそれの概念的なものなのよね いやだねもうすぐで死にそうってなったらじゃあちょっとなんか楽しい生き方にしようかなまあせめて今からやってよ楽しいことそうか難しいあなたなんか残したいものないんですかミキ何をいやほら僕は髪の毛じゃないですか森谷さん何も残したくない言ってじゃないですかあなたどうなんですかなんかミキねあの芝居とか音楽とか残したいなあ 自分の作品をってことですか作品をはあまともなこと言いやがってこの流れでは急によかっていうか今日ね掃除してたらミキのマンゴーが見つかったのようカードがこちらですねそうですあの残ってるやつです完全にこれはもう残るものですからね紙ですからこれはどうしましょうかねどうすんのこれ これね、なんかプレゼントしてほしいわけ<ー>クリスマスプレゼントしてやつで自分でちょっと見てみてください懐か<ー> <laughs> しいなこれ初期のマングースですよマングーチュ <laughs> 一番初期のねあのパンとかね、うん、グッズに入ってたカードで私のうちにも全種類ありますし <laughs> とても嬉しかったんんですよこなのがょねと出てないから一応誰が見ても私ってわからないけれどもうしかったんだけれどもなぜ今日持ってくるかっていう話なんですよ。いやほら今年最後だからさクリスマスプレゼント的なこともできるわけじゃないですかいっちゃんさん来てますけれどもいっちゃんさんいっちゃんさん見てこれミキ。 ええ、ちょうどいいって,言ってるよ。ともおじさん、あげてください。<laughs> いやいや、いっちゃんさん、お世話になってるし。あ,あ,あの誕生日に映画券もらったから。あ,あ、そうなの。あげるんかい。<laughs> <laughs> そうか、ありがとうね。森谷さんはいらないわけ、これも。いらないんじゃなくて、うん、ほら。ミーキのこと、好きな人っているのが、いるんだったら、うん、その人にあげたいのよ。うん、基本的に。<ー>入れ歯っつう話ですね。<laughs> お前のチョイスよ。何なんだよ。合ってるけど。合ってるのかよ。合ってるよ。うん。そうだね。うんそうな、でもまあでも貴重なもんですよね。本当だね。だって今ないんですもんね。これ今はもうね、マ部屋も四号とかいろいろできてますしね。どこまで行ってるのかよくわかりませんね。本当だよ。もう映画バージョンではね。 このすごい俳優の人たちとかがねやっちゃってるからねああそうなんだそうそうちなみにそれ何年前なのこれもう10年前ともそんななある、うん、2008年に第1回放送スタートだったからあじゃあ10年だそうそう1年してミキーすぐ辞めてから東京行ったから<あ>10年ですよそう東京行く前なんだそうあーあーまあでもそう言ってた気もするねそうそうそうはい。あ<ー>すげえ ね、10年だ10年だよ <laughs> 見,て見てましたよあ見てました見てましただ,だからあのこのファーストの DVD だけは僕買いましたもん、うん、あマジか、うん、買ってその内地にいる友達に送りましたあ沖縄ですげえのやってるからっつって<ー>送りましたで僕の家にもあります娘に見してるあ見せないです、ね、あ、そう <laughs> <laughs> まあ、見せない理由はさせてください。<laughs> <laughs> だから、その、そう考えたら、あの役の人とラジオを一緒にやるなんて、夢にも思いませんでしたから、ね。まあ、そうですね。夢だったらよかったのにね。本当そうですね。本当ね、被 <laughs> り物かぶったくらいがちょうどいいかかったんだけどね。被り物かぶって、あんま喋んないほうがいい。本当そうだよねって言われる。よく言っ言われる。<laughs> <laughs> メッセージ届いてます。恐竜者さんです。はい、スペクターさんの最後って言葉、はい、今年を聞き逃して、打ち取りだと、打ち切りだと思ってしまったって。うん、来年、ええー、流ラジオゲスト出演期待してますということで、うん、何で、ね、どういうこと。オープニングで、またミキ、なんか違うこと言っちゃったのかな。<laughs> いや、うん、多分、そのスペクターさんがってことなんじゃないですか。うん、最後って、今年最後って意味だよ。漂流者さんね。 深く考えがちだからねこの人もね。まあ森谷さん出てるしね。そうそう僕らも森谷さんの言葉には深く考えてしまう癖がついてしまってます。そうだね。実はこんなにもしかしたらポンポンポンかもしれないよね。ポンポンかもしれない。そうそうそう。ね。うん。いろいろありましたけれども。じゃあこれはちょっとあの欲しい方がいたら。 あのー、差し手がましいようですけれども差し上げるということでよろしいですかね。い言っておきますけど、はい、森谷さんこうやって漂流ラジオで募集してきたことないですからねあそうなんですか私ね、おととしとかね漂流ラジオのカードとかあけましておめでとうカード作ったりしたんですよ。作ったね、欲しい人い人ませんかっって言って言 誰一人いませんでしたからね、うん、来たことないですないですないです大体このいっちゃんさんたちとかね<ー>前田前田さんとかスペクターさんとか来た人に無理やりあげてる感じになります<ー> <laughs> いやでも「欲しい」言ってくれてるわけですから<ー>いいじゃないですか <laughs> そういう感じで、うん、でもみんなに伝えてたら10年前だよってあうそううん10年前だよ <laughs> 気持ち <laughs> ただ言いやがってこれ撮影した時も覚えてるよ こんなピンクのタイツをはいてね <laughs> 最初の時分からないですからこんな生き物が沖縄であの存在するなんてねこれがどこがマングースって見えますかっていう話なんですよ今でこそねあのキャラすごく浸透してますけど <laughs> す、ね、一番最初にこれ見たらビビるでしょ <laughs> ちょっと何やってるか分からない <laughs> えっと思いましたけど、ね、それで最初はすごいなんかねあのエロ路線っていうか、うん、お色気がある。 女幹部っていう話だったんですよ。 ただ私が来てみたところみんなが首をかしげましてあ違うなとこれ違うなって満場一で決まりましてドキンちゃんっぽいでいいですって言われましたキャラ設定まで変えるほどのインパクトだったんですね何喋っても何話しても色気が出ないとそれでこのカードの撮影したときは座ってちょっと股を開いてみてとかねみんななんか色気を出そうとしてたんです頑張ったんだねただ出ない何も出ないということで こうなりました。残念です。残念なエピソード聞いちゃいました。もう十年越しに。あの胸の中にもね、何にも入ってない空洞ですね。これね。残念。残念です。もう。もう十年経ってるからいいけど。下向いたら、自分でいつも空洞見えてました。あ、残念です。あ、そうっすか。はいはい。そんな感じでね。やってました。ヒーローショーでは、子どもたちのお腹を蹴られ。 殴られ、女の子だよって言っても、ターとと、ボーンとかやられてからね、子供たち、容赦ないですからね、容赦ないです、子供が可愛いって、誰が言ったのって思いましたなめなさいよ、あなたはそう思ったわけでね、もう蹴られてるからな、おなかも蹴られてますから、悪者ですからね、しょうがないんです。 その頃のあなただったら子供に文句の一つぐらい言いそうな気しますけど、ね、すごく優しかったですねどうしたんですか私すごく優しい実際やったらただの優しいお姉さんですから皆さん怖がらずに頑張ってください <laughs> 手遅れだと思いますけど <laughs> 一旦いっゃん CM ですスペクターさん来てないんちゃう来てないな なんかあるんじゃないかな、あのいろいろ。他の曲とかでもね、これを持ってきたがために自虐をやるとは思わなかった。<laughs> はい、もうそういうエピソードならじゃんじゃん出てきますから。<laughs> あのー、はい。いけるな、<laughs> なんかこういう話。<laughs> うん、色気が出なかった。はい。もう本当に出なくてね。<laughs> 出,なくて出なくて、出なくて。 ちょっと2とか3ぐらいからの人からは、ね、色,色気出してますね、やっぱりちょっとね。ああそうなの、うん、ユ,ユリアはそんなに出してないね。次の人でちょっと挽回しようと頑張ったかもしれない。 これパンに入ってたんだよあこれ 3A× ローソン見てこれミキ東京にいるときにパンごとお母さんからデジーパン送られてきてからパン食べてましたよベニー,モーパンとか <laughs> いろいろイチャーさんが珍しく 一眼レフ持ってます。いつも携帯で撮るけど。結構ね、構図こだわるからね、遅いんですよ、撮るの。我慢してください。はい、え、じゃあ、いきますよ。はい。 はい今日は今年最後の漂流ラジオの時間です打ち切りではありません今年が最後ですということで、はい、<laughs> 森谷さんの話いろいろやってたんだけれどもうん、うん、今日は何かこれ話そうっていう話があったんですかうーんはないけど、うん、来年どうするのかなと思って2人とも漂流ラジオ<年>うんあの漂流ラジオじゃなくて、うん、あの自分自身がどういうふうな動きしようかなっていうのがあるでしょ。 なんか目標とかそういう話です来年の難しいことではないんだけど来年の意き込み来年全然考えてないですねそうなんだよねだって今5月じゃないぐらいの勢いですからまあね年末間ゼロですからゼロなんですよ何がいいかな来年来年のエトはイノシシイノシシですねですよね イノシシ年でもないしですね。あなた何年なんですか？牛。<laughs> なんか似合うだろ。似合うな。<laughs> 牛。う牛。モレさんなんですか？猿。猿？<laughs> <laughs> なんでそんなに受ける？<laughs> <laughs> あそうなんですか。猿。サル <laughs> そうそう。えセキさんは？馬<マ>。あ似合わない。なんで？<laughs> お前こそ猿だわ。なんでよ。 どっちかあなたが猿です。どっちか違うわ。私は違うわ。トラだわ。牛だろう。あそうまあそうね。イノシシどしでもないしな。どうなんでしょうね。わかんないですね。何も決めてないです。そうなんだ。来年ほら年号も変わるでしょ。はいはいはい。そっか平成じゃなくなる。そう。あれ何になるんですかね。四月にしか発表しないみたいですよね。あそうなんだ。うんギリギリなんだよ。 やばいなミキの名前使われたらどうしようえどっちどっち上条ミキどっちどっちミキミキ一年絶対ない上条の方か上条ももも反対するなんかダメっていうダメかダメダメダメイラミナだったらどうしようかちょっときついななんでよ三文字なんかきつい急に三文字イラミナイラミナ内知の人読めないやんねああ ああ覚えてくれれば。あラミナは読めるか。上ん。の方が読めないわ。そうだな。うん。モリアモは簡単だよね。あそう読めるっちゃ読めるね。そうそう。うん。二人が難しいよね。難しいね。うん。じゃ却下か。決まらないね。決まらないね。四月までは平成。シャタンドイッチャンさんが来てる。だからよね。だからね。うん。もう昭和生まれですっていうのちょっと恥ずかしくなってくるね。そうなの。だって。 三世代ですよ。僕ら、昭和平成次もあるんでしょ。きっと。すごいよね。だからあの僕ら昭和だけど、いや僕明治生まれですとか言われると明治ってなるなるなるじゃないですか。そういう感じで昭和もなっていくの？そうだよきっと。そうなの？昭和生まれです。昭和とかなるよきっと。そうあなたもあなたもですよ。だからだから。 そうそうきっと大変ですよだかちょっとあれだろうねあの平成でしょはい「H」じゃないですか昭和「S」でしょで大正「T」でしょ頭文字多分それ以外よねいや多分多分マジマジマジそういうふうに聞いてるああそれで変えていくわけ一緒にならないように あの役所とかでもあるけど、うん、なん丸つけるところあるじゃん「TOS、うん」T o S、とかがあって、うん、だからあれなんじゃないので「O」は分かりづらいからなんかつけないんじゃないか言われてる「O」は何?あの「O」o で始まる年号昭和も一1月7日くらいまでは昭和64年でしたよってああそうそうそうちょっとねへえ<ー>、ま、急に変わっちゃったけどそうなんだ、うん、何になると思いますあ分かりません 守谷 <laughs> さんは来年の目標ないんですか。来年の目標は。うん、まあね。もう念願のババアになってるから。念願の。そうそう,そう<ー> <laughs> ババアになってるから。うん、おお。カバ,バアの予定なの。うん、なんか半世紀ぐらいから。<laughs> ああ。 多分半世紀の人たちが今怒ってると思う。まだ全然ババアじゃないわその年は。小学校の時から思い描いてたのよ。あ、小学校の人はね、もう三十代後半でババアって言う人もいますから。ああ。二十二歳にババアっつったことあるけど。そういう感じすごくね、ババアっていう言葉って、何してもいいような気しない。しない。しないの。うん。私の中ではするような感じ。あの、森谷さんが何してもいいがまずいんですよ。 他の人はどうぞご自由になんですけど森谷さんはダメなんですよそう,そうだね見えないと思っていろいろやるかもしれないからね差し向ける可能性あるじゃないですか <laughs> ババアになったらやりたいことは何なんですかほら何してもなんかほらバアだからなっていう風に諦めてくれるじゃん周りの人が、うん、うんあない80、90なったら、ね、なんか可愛い 美しく見えるけど、うん、50ではちょっとまだないかな。いや、可愛くは私の中にはない。あ、そう。うん、そうそう、美しくう。うん、それもない。あ、そうそうそう。ババとして。<laughs> し <laughs> ああ<ー>、目標がおかしくない。ですかおかしいね <laughs> いや。もうちょっと。むしろ今が厚かましくないと思ってるのかっていう話もあるんですけれど。<laughs> 何も言えないわ、俺は。<laughs> そんなこと言ったらね私なん何か厚かましいからね年取ってねどうですかあなた50になったらどうなってると思いますよミキねミュージックタウンにとっても可愛いおばあがいるわけさかわいいっていうか美しいおばあがいるわけよあのさ白髪でスタイルもよくてさバンダナとか巻いてんだけどいつもおしゃれでおしゃれだなとっても綺麗な人だなっていつも見てる人がいてその人がミュージックタウンにいたわけよで 何やらあのー、中野町かなんか働いてる時にそこら辺にいたわけよほうほうもしかしたら水商売とかやられてた方なのかもしれないと思って、うん、でもとっても綺麗だわけミキ、うん、あんなおばあさんになりたいと思った綺麗なおばあさんになりたいかっこいいかっこいいかっこいいおばあさんになりたいかっこいいおばあさんね、うん、まあうんでもその若い子からああなりたいなみたいに思われるってことは いいんだろうねきっとね。かっこいあかっこいいちょっと夏決まりみたい。ああああ。かっこえかっこえかっこえ。うん。刈り上げ？刈り上げ？違う。髪は長いわけ。あ長いんだ。だけどなんかキュッってしてるいつも。へえ。なんかそういう人って相談だったんだろうねずっとね多分ねだらっとしてないんだろうねきっとね。わからんよ。そう？外だけってやってんの？なんでああいう人ってさ綺麗なのかね。 それはね、自分自身の考えてることに対して自信があるの。ああ、自信か。そう、それがね、表に出てくるでしょ。ああ、自信かないなああ、ないわ。ちょっと緊急緊急で緊急で設置しないといけないものだそれは。いや、でも緊急で手に入れられないよ。そうなの？自信どうどう自信持て今今自信持てる？無理く。声ちっさ。 それはちょっと生き方っすね考え方っていうかそれがやっぱ表にも出ちゃうんすねああそうかじゃあいつも僕みたいに怯えて生きてるやつはもうよく言うよお前怯えて見えてるだけだろ怯えてないおえてすぐ肩も落ちやめなさいよ腰も曲がったほういちょっとひょうひょうと生きてるよね世紀さんはねそうね この波に乗る乗り方はよかった。はい。そういうのが込めて三分投げを作ってますから。あ、本当ですか。これ何回かやればね、人が克服するように作られてんですよ。そういうプログラムですか。この台本。あ、じゃあ今後あなた自分のために作ってくださいじゃん。自分で自分の。いやあでもまあそうなんでしょうねきっとね。うん。そうなんだ。なんで？うん。すごいね。見てくれなのかそれとも。 中から湧いてくるものなのか。でもあの年になると、中から和牛用、中から湧くしかない気がするわけ。あ、確かにね。うん。そう、偉くらいの人だからね。そう、とっても綺麗だから。うん、うん。だから、そんな感じがいいなと思ってる。でも、私はババアになりたい。なんで、その人も一応ババアはババアなんだよ。違うよ。あそこは違う。別格。ババアの。じゃ、どんな。ババアのすがはどんな感じ。 ババアはなんかあのほら意地悪ばあちゃんみたいな感じのあもう嫌だ本当に <laughs> できないけど<ー>もうずっとジーンズでしょうね何ジーンズジーンズのまんまで、うん、あの意地悪ばあちゃんみたいにババアになりたいのなんか基準がわからないし <laughs> ジーンズの人が全部あなんか意地悪ばあちゃんかって言ったらそうでもないし何 <laughs> ね誰か,誰か目標とする人がいる うん目標とする人は該当しないな新しい分野に行きたいね守 <laughs>、まあ、屋さんが誰かみたいになりたいっていうのを変な気するなあそうかな,んかなさそうな気はするわ確かにそうなんだええーうん、一応ね理想を持とうって頑張ってたのでも理想なかったの <laughs> <laughs> まあ新しいジャンルを <laughs> 開拓してもらうしかないみたいですね。ねうん、じゃもうそろそろゲストがババアになるということ。<laughs> まあゲストでもないか。ゲストじゃないですけバ,バアと一緒に予備軍が二人喋るという。そうそうそう。<ー>自信のない奴らが喋っていくっていう。<laughs> 自信のない番組になるわけですけど。いいですね。もう今年最後の放送もそろそろ終わろうとしてますけれども皆さん。そうですね。今年はいかがお過ごしでしたか。一年ってとっても短いようで。 だって人って80歳100歳まで生きたりするさなのに1年が短いはずなのにこんなになんかいろいろ詰め込まれてるっていうのもちょっと面倒くさいなと思ってあの大変なんですけれども日々のちょっとのイライラを、えー、お聞きしたいと思います。ププンンントーキング、はいあのー、さっきも喋ったんでちょっとあれなんですけど、はい、ペイペイって知ってます知らない <laughs> ペイトリーじゃなくて。ペイトリーじゃない。ですペイペイ,ペイ,ペイ。知らないです。あのある。まあ買い物すると20。二十パーセント還元しますよっていうやつなんですよ。<ー>でそれあのまあペイペイっていう支払い方法でやると。二割。十万円買ったら二万円返しますっていう。<ー>すごいお得なシステムで。うん、これあの百億円。全国で百億円。還元したら終わりますっていう。やつで。へえ。 でまあでも期限も設けます3月31日までですと、うん、ただし3月以内になる前に100億円返し終わったらもうやめますっていうやつが、うんえー、最近始まってちょっと前に始まって、うん、で朝嫁と「テレビを変えない?」っていう話<ー>ちょっとテレビ小さくないって言ってて<ー>で嫁が珍しく乗ってきたので。うん な,なんでって聞いたらペ、うん、ペイペイで買おうよって,って言い出したんです<ー>今ペペイペイで買えば、うん、もう2割か戻ってくるからなんなら、うん、10人に1人か何十人に1人かは全額戻ってくるみたいな話してるんですいでクリスマスとかお正月のお年玉、ま、バーゲンやるから、うん、その時に安く買ってさらにペイペイも使えば普段買うより断然安く買えんじゃないかよしやろうって、うん、テレビ見ながら話したんですけど。 ちょうどその話してるときにペイペイ終了ですって <laughs> 100億円もう配り終わりましたもん<ー>バイバイみたいな <laughs> あ,あそうっすかっ <laughs> もうまあ嫁のひょまあそれから話してない <laughs> <laughs> あ朝の話今朝の話ですおめでとうございますいやありがとうございますあのめげずにまた あのなんか助かった気がするのは三木だけかねどういうことななんんでそのなんかいいやうさんは、まあ、怪しいけど怪しいって思っちゃうけど、うんうん、でも実際この数日ぐらいで100億円のバックしてるわけですから、うん、だからもうすごいんですよだからまたそういうのが出るのに期待したいね初めて聞いたけどなんかさほらなんとか還付金とかさ なんかいろんな配られたりしたさああいうののなんか一過性な感じがしてなんでペイプーって言って政府がやってるやつじゃなくてあ違うんだそうそうそう民間企業がこうやってるちょ,ちょっと大元が何か僕も分かってない民間企業が百億円配れるの、うん、だからうーんら,らしいですよへ<ー>だからそのなんかまあカード使うのかななんか 仮想通貨なのか分からないですけどそういうのを登録して仮想通貨現金をそれに変えてそれで買ってみたいなそういう話らしいですちょっとごめんなさい間違ってるところもあると思いますけど2割返す前に2割安くしたらよかったんじゃないのでも来年やるよあマジペペじゃなくて増税するでしょそしたらキャッシュのカードがあるでしょデビットカードだったんの？あのキャッシュするやつ。 クレジットではなくてカードで払うやつはいはいあれでなんか何割か戻ってくるっていうシステムではあるよねあじゃあそれの前のなんか段階のやつだったのペ、うん、ペイイんか実験的なもんなのかも分かりませんけど<ー>ただ実際それで皆さん戻ってきてるでしょうかねもうただで買えてる人もわんさかいるんであそうなんだ知らなかったかわーっと殺到したんでしょうねか結局まあそういうもんです <laughs> <laughs> 来年もイラミな家が幸せでありますようにあ,ありがとうございますあの上条家も、はい、森屋家,家も幸せでありますようにありがとうございます皆さん今年も1年ありがとうございました来年も第2週金曜日18時から放送しますのでぜひお付き合いくださいお相手は上条美希とイラミのセイキと森屋でした良い 年越しをお過ごしくださいクリスマスも楽しい人は楽しく過ごしてください <laughs>、えー、もうちょっと時間があるようですので最後に一言ずつ伺えたらなと思いますあそうですね今年漂流ラジオがいいペースでできたので<お>あの僕的には良かったです月一がいいペースと言いやがる <laughs> 森屋さんはまあね 来年に向けて頑張りましょう、はい、来年にす,すごく向かってる、森谷さんは。<laughs> ずっと向かってる、来年に、今年ちょっと諦めてる。<laughs> 申し訳ない気持ちがしてきそう <laughs> 何もかけない。どうしたんだろう、私たちを向かせようとしてる。<laughs> あ,あなた、何かありますか、ちょっと私は来年は、年はえー、っと、えー、っと、教えない,ない。ないなら大丈夫です。<laughs> バイバイ